2019明治安田生命 J1 リーグ第8節です。埼玉スタジアム2002から浦和レッズとヴィッセル神戸の一戦をご覧いただきます。アウェーのヴィッセル神戸は4月17日水曜日にフアン・マリージョ監督との契約解除、去年まで指揮を取っていました吉田孝之監督が復任したという流れで、その復任初戦がこの埼玉スタジアムになりました。さて浦和のラインナップです。フォーバックも2試合試しましたが、こちらの方が座りがいいようです。西川ゴールキーパー、森脇、マウリシオ、マクドの3センターバック、青木中央、エベルトン、柏木が前、サイドに山中、橋岡、前線は武藤と興梠です。キム・スンギは3月10日の仙台戦以来5試合ぶりのリーグ戦の先発です。今日はレフトバック三原、中央に大崎、ダンクレー、右は西です。山口ホタルとセルジーサンペールの中盤のセンター、ポドルスキ中央、サイドにスピードがあります古橋、小川、前線にストロングヘッダーのウェリントンです。山中はフリー、少し運んでおいて武藤か、興梠を狙った、興梠打つ、大崎はカバーに入ったんですが、山中の配球から興梠がシュートに持っていきました。試合と大崎滑った、チャンス興梠、構えるキム・スンギュ、切り返す興梠、ダンクレー PK、 ダンクレー戻りましたが交錯して PK です。大崎スリップダウン、それを起点に興梠が PK を獲得しました。フェイクを入れて興梠右に沈めました。浦和今シーズン初めての前半の得点、興梠です先制、1対0です。柏木のカーブを落とした、武藤の左足、ナイスキーパー、さすがキム・スンギュ、 いいボールを打ちましたね武藤もね、いわゆるナイスシュート、ナイスキーパーというやつです。はい、エベルトン、ポドルスキーの、これはプレー続行でちょっと浦和サポーター異議、小川圭次郎でチャンス、西オーバーラップ、小川のシュートだ、これ最後小川が打ちましたが、浦和の面々はその前のところ、はい、ここを言ってましたね、はい、ポルディのファールじゃないかということです。柏木陽介左足で武藤打つ、枠は捉えましたがキム・スンギュ取りました。小川は中へ、チャンスか、狭い、ポドルスキー入れた、ウェリントンとスイッチ、左足、古橋、ポドルスキー、迫力が出ました神戸、中央をウェリントン、ポドルスキーで割りに行きました。落としたチャンス、古橋が出てきた、古橋だ、長いボール、深さを作って一気に古橋でシュートに持っていきました。まあ、シンプルですけど一番ね可能性はありますよね。これどうだ、ヘディング、ウェリントン、やっぱり迫力ありますね。
奪い返した神戸。ウェリントン、田中純也、打ってきました、まあ、距離的には30メーターちょっとあったと思いますが、思い切って振ってきました。古橋粘る、古橋粘る、こちら粘り返した宇賀神、これでゲーム終了の笛が鳴りました。南山でした。浦和今シーズンホーム初勝利、興梠 PK の一発、この1点のリードを守って、オリベイラ監督のチームらしく 1-0 でこのホームゲーム今季の初勝利をものにしました。